はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストトシです。はい、今日はこれを作ります。はい、ゴーヤですね。ゴーヤ、はい、よろしくお願いします。では作っていきます。はい、260グリーン、はい、の先端を18センチぐらい残して、膨らませます。はい、できます。1センチの絞りひねりを、はい、3つ作ります。1つで、柔らかくしながら作りますね。はい、2つ、はい、柔らかくしながら作ります。はい、3つ、はい、1センチの絞りひねりを3つ作ります。はい、で空気を柔らかくしますね。柔らかくして、今度は2センチの絞りひねりを作ります。2センチの絞りひねり、はい、これですね。で、2センチの絞りひねりができたら、この1センチが3つあるんですけど、1、2、3の1センチと1センチの間にこれをこういうふうに挟みます。はい、このように挟みますね。はい、で、あと2センチを2つ作るんですけど、もう1つ作ったらここに挟む、で、もう1つ作ったらここに挟むというふうに挟みます。はい、じゃあ柔らかくして2センチを作ります。2センチの絞りひねりですね。2センチの絞りひねりを作って、はい、で、ここの1センチと1センチの間ですね、間に挟みます。はい、こんな感じですね。挟みます。で、あと一つ、ここに2センチを作って、ここに挟みますね。はい。柔らかくします。そして、2センチを作ります。はい、で、作ったら、これを上に持ってきますね。上に。で、ここの1センチと1センチの間に、この2センチを挟みますね。はい。こんな状態ですね。はい。こんな状態です。次、3センチの絞りひねりを、3つ作って、今度は2センチと2センチの間、ここに、挟んでいきますね。はい、いきます。3センチの絞りひねり、空気を柔らかくして作ってください。3センチの絞りひねりを作って、この2センチと2センチの間、はい、ここですね。はい、で、1センチのこの延長線上に来るように、はい、2センチと2センチの間で、今度はここに作りますね。ここですね。はい、柔らかくして3センチの絞りひねり、はい、で、絞りひねり作ったら、これ上に持ってきますね。こういうふうにですね。で、こことここの間ですね、その間に挟みます。で、1センチの延長線上になるようにですね、2センチと2センチの間ですね。で、最後ここに作りますね。はい、3センチの絞りひねりを柔らかく作ります。で、はい、で、こことここの間ですね、はい、こんな感じですね。はい、で、次は4センチですね。4センチを3センチと3センチの間、4センチの絞りひねりですね。ここに、挟んでいきますね。はい、柔らかく作りますね。柔らかく作ります。4センチの絞りひねりを柔らかく作って、はい、作って、この3センチと3センチの間に挟みます。はい、これですね。はい、いきます。はい、4センチの絞りひねりを柔らかく作って、これ上に持ってきて、
で、ここですね、この間に入れ込みます。はい、ここですね。はい、で、2センチの延長線上になりますね。はい。はい、柔らかくします。そして4センチを絞りひねりを作ります。絞りひねりを作ります。はい、これ上に持ってきますね。はい、で、これを3センチと3センチの間に挟みます。はい、こんな感じですね。はい、はい、次5センチですね。5センチの絞りひねりを作って、ここの間ですね、4センチと4センチの間に3つ、挟んでいきます。はい、柔らかくして5センチの絞りひねりを作ります。で、上に持ってきますね。で、これをここに入れますね。これをここに入れます。挟みますね。こういう風に挟みます。はい、で、柔らかくして5センチの絞りひねりを作りますね。で、これをこっち側に持ってきます。はい、で、ここですね、ここに挟みます。はい、こんな感じですね。ここに挟みます。はい、はい、ここは1センチ、3センチ、5センチですね。1センチの延長線上に3センチがあって、で、5センチがあるっていう感じに、配置していきます。はい、あと5センチ、もう1個ですね。はい、5センチの絞りひねり、柔らかくして作ります。はい、で、ここの間ですね、間に挟みます。はい、はい、こんな感じですね。はい、1センチ、2センチ、3センチ、4センチ、5センチ、はい、3つずつですね。で、ここの空気を抜きますね。まず、はい、はい、空気を抜きます。で、ここに、新しく膨らませた、はい、先端を18センチぐらい残したやつをここに、結びつけます。はい、で、今度は5、4、3、2、1というふうに、絞りひねりを作っていって、挟んでいきます。はい、いきます。5センチですね。はい、空気を柔らかくして5センチを作ります。で、5センチと5センチの間に挟みます。はい、ここですね。はい、で、今度はここですね。はい、柔らかくして5センチを作ります。で、今度ここですね。ここに挟みます。はい。はい、柔らかく5センチを作って、5センチの絞りひねりですね。作って、上に持ってきますね。で、ここに挟みます。はい。はい、こんな感じですね。はい、次4センチの絞りひねりですね。柔らかくして4センチ。はい、で、5センチと5センチの間に挟みます。はい、で、4センチの絞りひねり、はい、ここですね。はい、空気を柔らかくして4センチ、で、5センチと5センチの間に挟みます。はい、こんな感じです。はい、次3センチの絞りひねり、はい、空気を柔らかくして3センチの絞りひねりを作ります。で、4センチと4センチの間ですね。はい、で、柔らかくして3センチの絞りひねり、で、ここですね、4センチと4センチの間、
はい、柔らかくして3センチの絞りひねり。で、ここですね、4センチと4センチの間に挟みます。はい。はい。はい、次2センチですね。2センチの絞り、柔らかくして2センチの絞りひねりを作ります。はい、で、3センチと3センチの間に挟みます。はい。はい、柔らかくして2センチの絞りひねりを作ります。で、3センチと3センチの間ですね。に挟みます。はい。はい。柔らかくして2センチの絞りひねりを作ります。よいしょ。2センチの絞りひねりですね。で、3センチと3センチの間に挟みます。はい、はい、最後1センチ3つですね。1センチの絞りひねりを1つ、打って、2センチと2センチの間に挟みますね。はい、ここですね。はい、1センチの絞りひねりをもう1つ作りますね。で、2センチと2センチの間ですね。はい、ここですね。ここ。はい。で、最後、ここに挟みますね。はい。1センチの絞りひねり。で、2センチと2センチの、あ、ここですね。こことここの間ですね。に挟みますね。で、あと微調整しますね。隙間が空いてるところはしっかり入れ込みます。はい、だいたい完成ですね。はい、で、先端から空気を抜きます。はい、はい、抜いて1センチを作りますね。最後ですね。はい、1センチを作って結びます。よし。はい、こんな感じですかね。はい、はい、こんな感じです。はい、これでゴーヤの完成です。はい、柔らかく作るのがポイントですね。はい、はい、ぜひ作ってみてください。それじゃあ。バイバーイ。